シンキービジュアル CYORIMOI パートナーズイメージを拡大テレビアニメ宇宙空よりも遠い場所が2018年1月から放送を開始することが決定した。メインキャラクターを少女週末旅行の水瀬祈り、恋と嘘の花沢香菜、戦記絶唱シンフォギアの井口優香、覆面系ノイズの早見沙織が演じることも明らかになっている。同作は、石塚敦子監督のもと、シリーズ構成の花田十期やアニメーション制作のマッドハウスが、文部科学省、国立極地研究所、海上自衛隊の協力を得て挑むオリジナルアニメ。日本から約1万4000キロ離れた極寒の地、南極を目指して旅する4人の女子高生たちの姿を描く。水瀬が演じる主人公の玉木麻里、木麻里は、好奇心旺盛だが、臆病で小心者の一面を持つ高校2年生の女の子。花沢は、美少女だが人見知りで口下手なため、周囲の誤解を招きやすい小淵沢芳世、小淵沢白瀬、役を担当する。井口は退屈なことが大嫌いで、誰とでも仲良くなれる三宅ひなた。早見は決まりたちより一つ年下で、幼い頃からタレントとして活躍してきた白石ゆづきを演じる。同作の世界観を象徴するプロモーションビデオも公開。観測隊を乗せて南極に向かう、砕氷艦、しらせ、へと向かって走る決まりと宝瀬の姿が描かれ、両キャラクターの声も聞くことができる。しらせ、おせに、4人の少女たちが手をつないで旅路へと踏み出す新ビジュアルも発表された。